寒いからさ、うん、フードコートで。おはようございます。おはようございます。今日はね、今日早いじゃん。今日はね、もうこの間の恐怖が蘇ってきて、ね、全然寝れなかった。もうバッチリ。1時間前に到着したけど。あ、そんな早く着いてたの。そうです。任してください。雪がないよ、雪が。いや、ここはない、ここは。ここはいつもそんなないから。雨でなんか溶けちゃったっていう噂。いやいやいや、降った、昨日降ったらしいよ。うん、俺のおかげで。あまあまあ、まあ、で今年初めてのスノボなんでね、気合い入れていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。わかりますよね。音聞いてるだけでそういうのがなくなりますよね。静岡 IR 球場、こちらは長岡 HR420、 どうぞ。長岡 HR420、 こちらは静岡 AR96。 そう、距離感ないのがね、一番嫌いなところ。まあこの音もね、鼻詰まりの声も嫌いなんだけど、そう、もう聞こえるか聞こえないかでしょ。まあデジタルだからね、しょうがないんだけど、まあ、やっぱね、こうノイズの中のこうギリギリ弱い信号を聞き取ってっていう、あの楽しみがないのが一番好きになれないとこかな。はい、まあね、さっきもね、ライセンスフリーの方と、偶然一緒になってね、もしかして挨拶してたみたいだけど、まあ、そういうのはね、できるのはいいなと思うけどね。あっちこっち行った旅先で喋、れる楽しみがあるのはいいなとは思うんですが、どうしてもやっぱりこの鼻詰まり声が聞きにくいのと、距離感のなさっていうところが面白さをね、感じられないところです。どうぞ。長野といえば、なんで野沢菜じゃない。本当だ。ナスが美味しそうだなと思って。野沢菜なんだよ。長野といえば、ナスが美味しそう。いや、うん、いかがですか。やろか。出た。え、何その食レポ。美味しい。全く美味しそう。ナスのおやき以上です。知ってるよ。柔らかくて美味しい。書いてある字だって。ナスのおやき、どうやってやればいいの。硬いおやきの方が珍しいよ。おやきの生地の中にナスが入ってる。おまあ、ナスの中におやきあったら大事件だな。まあ、ということで長野に来たらおやきを食えということです。野沢菜のね、野沢菜の。あなたが手に持ってるのは出す。出す。どうも。どうもお疲れ様でした。何してんのこんなとこで。え、いやこれ朝の毎日こうやって運動してる。こうやって。いやほんとね、お、日が照ってきたじゃん。うん、俺のおかげ。いや俺のおかげだよ。俺のおかげだよ。俺。いやほんと楽しい。
半日しか滑ってないのに。もうダメです。ダメです。やっぱ夜年並みには勝てるというやつです。明日丸一日滑るんだよ。無理だね。明日は午前中滑って焼肉ラーメン食って解散だよ、うん。あれ食っちゃうともう動けないからね。うん。もうぼちぼちやろ午後は。うん。まあまあ今雪も降ってるし。うん。そう、来明日期待しましょう。しましょう。おやすみなさい。